Space Monkeys TV。 冬に覚えた歌を忘れた、ストーブの中残った石油。あ、スペース TV、 さあ皆さん、お掃除お済みでしょうか。僕はですね、ようやく終わりつつあります。まあ、そんな中ね、今日の動画どうしようかなと思ってたんですけど、大掃除でね、ルアーとかね、もういろいろ水槽とかね、アクアリウムとかね、もうおもちゃとか、もう服とかいろいろ整理してたら、出てきましたよ。タイトルでも歌ったように、皆さんも残ってるものあるんじゃないですか。皆さんも残ってるものあるんじゃないんでしょうか。こちら。これ、なんだかわかる人いますか？ポークルアー。これもね、れっきとしたね、バス用のルアーです。初めてこのポークルアーを見る人は何ぞやと思う人もいるかもしれませんが、私よく河口湖に通っていた時は、こんなものをルアーにして持ち歩いて動画にしていたわけです。そう！これね、ほんと何年、何十年ものの、やばいね、ポークルアーなので、皆さんに見せていきたいと思います。久しぶりに開けますね。懐かしい人もいるんじゃないでしょうか。話しすぎました。それでは行ってみましょう。レッツゴー。サムネイルだと手で触って危ないものかというふうに思われてしまいますが、全然手で触って問題ありません。さあ、それでは何年ものポークになるんだろうね。もうこちらの方はもうね、かなり昔から仕込んであるポークが中に入ってて、何年ものか忘れてしまいました。昔はこんなでかい瓶でやってたんですけどね、今はこんな感じで分散させます。見ていってみましょう。まず用意するものはキッチンペーパー3枚ぐらいにしとこうか。キッチンペーパー用意します。開けました。つってもね、豚の皮をね、バスエルワーに加工した商品なんですよ。こんな感じになってます。これはね、もう僕が言うね、通称人型っていう形なんですけど、なんでしょうかね、エヴァンゲリオンに出てくるね、使徒みたいな形になってます。これでもね、いい動きするんですよ。これね、中に入ってるのが水じゃなくて油なんですよ。まあオイル、そういった保存用オイルなんですよ。だからね、結構ネバネバします。はい、こんな感じ。これがね、豚の皮なんですよ。要はここ脂身で、これがね、硬い皮膚。まあ、外側の皮膚なんですね。よく見るとね、毛穴も見えちゃうんですよ。古い方にはね、ビッグダディっていうね、もう廃盤になってしまったんですけど、めっちゃでかいポークルアー入ったんですよ。ただね、それはもうないかもしれない。わかんないです。どんなものが入ってるか覚えてないです。見てみましょうか。はい、こんな感じですね。あ、ヒュージーダディが入ってた。ビッグダディよりでかいやつが入ってました。まあ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 、それはね、まあちょっとお楽しみとして違うの見ていきましょう。まずこれ、クローラーポークですね。これ多分ミートってやつかな。こういったね、ストレート系のね、ポークもあります。いやー、なんだこれ、ウィードの切れ端入っとる。で、次が、これ、わー、マイクロだ、マイクロなんだろうこれ。ちっちゃいポークが入ってました。でもこれ硬いな。次がこれ、これがポークフロッグっていう名前だったっけ。あ、これも癖入ってんな。さあ、次のポークはこちら。これエビっすね。エビポーク、やっぱ小さいと硬いんすよね。これやっぱね、適度なデカさがないと硬くてダメですわ。で、最後がこちら、出ました。これがね、ヒュージーダディですね。ビッグダディはもうちょい小さかったような気がする。これがヒュージーダディですね。いい色になってますよ。これ真っ赤っかだったんですけど、いい感じにシナモンカラーに染め上がってますというか、抜けたのかな。このね、皮のテロテロをね、目指してちょっとね、あるね、粉をつけて柔らかくしていこうかなと思います。いいポークでしょ、これ。ほら。はい、そしたらこれ、ティブコから出てます。ポークフレックスという粉なんですけど、これでね、ポークを柔らかくできちゃいます。釣り屋さんに売ってます。でね、いろんな、これ正しいやり方もあるんですけど、自分独自のやり方を編み出しても面白いかもしれない。基本はこれを、オイルの中に溶かして、で、混ぜて保存するっていう形があるんだけど、直接振りかけてもいいし、もう漬け込んでもいいし、いろんなやり方があるんですけど、今日はね、僕のやり方を紹介したいと思います。はい、そうしたらポークたちをキッチンペーパーでしっかりと油を取ります。で、水分がちょっと抜け切ったところで、これを振りかけます。さっ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 さ。あー、これ初めて自分は使いますけど、結構大粒なんですね。なるほど。で、これでよく揉み上げます。浸透させちゃいます。で、特にね、こういう硬くて癖づいちゃったところはよく揉んどくといいっすよ。はい、何回かこうやって揉み込みましたが、これすんごい柔らかくなってます。ほら、癖取れるでしょ。はい。これ癖取れました。パキーってなってたんですけど、やっぱ揉み込むことによって癖取れますね。はい。どうでしょうか？まっすぐなりましたね。
まあ、ある程度もともと切ってあったね、形はね、なかなか戻らないですけど、さっきの癖づいてたところはパリッとパリッとまっすぐになりましたね。こんだけ効果があるんですね。はい、じゃあそうしましたらこの中にポークをまた戻します。はい、全部入れ終わりました。そしたら次にこのねフレックスを軽く入れてよくシェイクして、で放置するとさらにね柔らかくなるっていう感じですね。新しく買ってきたポークって割と型がねカチッとなってて硬いやつもあるんですよ。今のねでもね売ってるね最新のポークとかって結構ね柔らかいまま売ってるんですけど、さらに柔らかくしたい人にはこういったポークフレックスがね結構おすすめかなと思います。いろんなもの売ってるんで試してみてください。自分はこれとあとはねポーク軟化剤っていうやつかな、なんだっけ、メルトダウンパウダーってやつを昔使ってた、今はこれっすねって感じでつけていきます。だいたい小さじ1杯ぐらいなんですけど、もうね目方でドンピシャ、こんなもんじゃないかな。1杯2杯、まあ、ちょっとねオイルも少ないんでこんなもんっすね。そして蓋を閉めて、これでね数日後にねさらにヨレヨレのポークが出来上がるんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。こっちが多分ね 2,3 年もので、こっちがね5年以上10年未満の漬け込んだポークだったと思います。昔の動画でねこんなでかい瓶にね何十年もののねポーク汁で漬け込むっていうのがね残ってたと思うんですよ、確か動画でね。そのね、残り汁がこれですね。まだまだ健在です。懐かしいな、久しぶりにスペモンこれやってんなって思う方もいれば、こんな量あるんですねみたいな感じの人もいると思いますが、ポークのまた漬け込み作業、皆さんもまたやってみてはいかがでしょうか。ということで以上、スペソンキズTVでした。バイバイ。